今日は大学生の時はいはいはい僕の、えー、昔話シリーズまあ昔話といっても40年30年20年前の話ですねえー、僕が大学生になりました 東京に行きたい大学はどこでもいいとにかく東京に行きたいそういう気持ちで勉強をして大学に行くことになりました東京にある大学に入学しますまあ大学で僕はあの経営学部経営学経営学というのは まあ、ビジネスで,す、ね、でもその時の僕は、まあ、全然興味がない今の僕はビジネスをやっているけどもその時の僕はビジネスに全然興味がない毎日毎日、えー、大学に行って寝てました本当に <laughs>。 まあ理由はですね、えー、僕はアルバイトをしていたコンビニの夜ですね深夜のアルバイトほとんど夜、えー、いつもアルバイトが始まるのは夜の9時アルバイトが終わるのは朝の6時すごいでしょ、えー、だから朝6時に家に帰ってちょっとだけ寝て 大学に行きましたそして大学でよく寝ていた <laughs> 大学の先生の話はとてもよく眠れる、えー、僕はとても悪い生徒でしたねでも毎日は楽しかったまあアルバイトは1週間に3回ぐらい3回そうね3回ぐらい他の時間は友達たちと一緒に バンドをやったり友達たちと一緒にお酒を飲んだり音楽を聴いたりまあほとんど高校と変わらないうんあとはたくさん本を読んだコンビニのアルバイトはあの夜ですね結構暇です結構暇お客さんは少ないだからたくさん本を読んだたくさんの本 難しい本簡単な本いろいろな本漫画とか小説とかいろいろ読んだノンフィクションいろいろ読んだそれはとてもいい時間でした僕は確かに大学でちゃんと勉強しなかったかもしれないだけどたくさん本を読んで自分で勉強したそして大学3年生うん 大学3年生ですね大学3年生の時から、えー、真面目に英語の勉強を始めたそれはあのポッドキャストを使って勉強を始めた、えー、そう3年生4年生5年生たくさん英語のポッドキャストを聞いたそしてそれがその経験が今の僕のルーツになってますポッドキャストを聞いて 言語の勉強をする。これは本当に効果的そして大学に行かずにまあまあ行ったけどでも大学で勉強をせずに自分で勉強をしていたこれがやっぱり僕の勉強のの考え方のルーツになっている。勉強は自分でやるもの自分でたくさん本を読めばいいだから僕はこうやって日本語の先生になって。 その勉強方法を皆さんに伝えてます勉強は自分でやるもの自分でできる、えー、たくさん聞くたくさん読むそれが大事そしてまあもちろんあのそれを使う友達や先生を見つけて、えー、言語を使うこれも大事だけど基本ですね基本的には 自分で頑張るたくさん聞くたくさん読むこれが大事です毎日毎日だから僕が大学生の時にそのまあ習慣ですよねその習慣習慣の力に気がついてそれを今でも続けている小学校中学校高校大学僕の話をちょっとしてみました どうでしたか面白かったですか退屈でしたか皆さんどう思いましたかというわけで今日で終わりまた明日から違うトピックですね。ちチうちア明日のエゴ。またねまたね。もうとね。